こんばんは、サバイバラジオです。今日はですね、2019年の7月に起こった京アニ事件の、ここまでの裁判のお話をさせていただきます。ここまでのまとめというところですね。で、実は今日裁判を見に行ったんですよね。これ京都地裁で9月の5日から行われてるんですけれども、今日見に行ったんですが、残念ながらこの傍聴券の抽選に外れました。残念です。外れちゃったんですけど、行ってみて分かったこともあります。この傍聴の、この抽選のシステムがちょっと進化してる点とか、あとはこの傍聴の倍率とか、あとはその、もし僕が傍聴できたらですね、ぜひ確認したいと思っている点、僕の注目点ですね、このあたりもお話しします。あとは今回残念ながら傍聴することはできなかったんですね、抽選に外れてしまったんですけれども、現場に行くことはできましたので、その現場の話なんかもちょっとさせていただきたいなというふうに思います。事件については皆さんよくご存知だと思います。2019年の7月18日、これは令和元年ですよね。京都の京都市の伏見区に京都アニメーションという会社の第一スタジオ、アニメ制作会社のスタジオですよね、みんなが絵描いたりとかしてるところですよね。そこにですね、当時41歳の青葉真司がやってきまして、これですね、手押し車、カートみたいなのをガラ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 引いてですね、で、そのカートの上にはですね、石油の蛍光管、ガソリンの蛍光管ですね、ガソリンタンクみたいなのを積んでですね、ガラガラやってきて、でそれをスタジオのすぐ近くで、バケツに移し替えてですね、で刃物を持ってですね、オラーって言って、この京都アニメーションのこのスタジオの中に飛び込んできて、でガソリンを撒いて火をつけた。でこれによって、36人もの方が、亡くなってしまったと。で、その負傷者、被害者、重傷者ですかね、これを青葉真司を含めて34人の重傷者を出したという、そういう事件です。でこの9月の5日からこの裁判が行われてまして、来年の1月25日まで25回裁判やります。で裁判もですね、分かりやすく前半、中盤、後半と、分けてまして、最初は、この青葉真司の生い立ちとかですね、事件の時のこの目撃情報とか、あと青葉真司の家族、お母さんとかお兄さんとか妹さんの陳述ですね、そんなを紹介していくと、要はこれ弁護側はですね、青葉真司は、京都アニメーションに放火をして殺人をしましたと、で建造物に侵入もしましたと、やったことは全てやりましたと、いうスタンスです。なんですけれども、当時の青葉真司は、心の病気、精神病にかかっていたので、責任能力がないんですと、心神喪失で無罪なんですと、いうことを、弁護人は主張しています。で、無罪じゃなくても、心神耗弱、悪いとは分かってても止めることができないような、精神的な状況だったと、いうことを主張して、死刑ではなくて、極刑ではなくてですね、無期懲役が妥当だと、いう主張をしている。でさらにこれ弁護側の主張だけ言っとくと、建物の構造、これ京都アニメーション第一スタジオの構造も火が回りやすい、であとは避難経路も、その屋上に抜ける扉がちゃんと開きにくかったと、複雑な開け方をせなあかんかったというので、そこで多くの方が亡くなってしまったと。青葉真司は悪いし、やったことはやったんだけれども、その善悪の判断がつかない状況だったし、建物も燃えやすかったよねと、そこで、その極刑ではない
量刑がふさわしいんじゃないでしょうかという、まあ、そういう主張を、まあ、弁護側は、しようということです。で検察はもちろん、まあ、36人の方も亡くなって、まあ、青葉真司は省くと33人の方がですね、まあ、後遺症も残るような、まあ、重度の、まあ、やけどを負ってしまったと、その罪は重いということで、まあ、その極刑を、まあ、おそらく、まあ、主張していくと、まあ、いうようなことです。で前半は、まあこうまあ、いろんな関係者の、まあ、証人質問、被告人質問みたいなのがあると。で中盤はですね、まあ、青葉真司の責任能力を、まあ、争いましょうと、まあ、いうことで、まあ、精神鑑定をしたお医者さんとかが出てくると。で最後ですね、最後はなんか11月の下旬ぐらいからなんですけれども、量刑、まあ、ここまでのですね、まあ、この被告人の生い立ちなんかもまあ話し合いました。でお医者さんとか出てきて、まあ、彼は精神的にはどうだったみたいな話し合いました。で最後の11月から来年の1月25日にかけては、まあ、これを込み込みで、まあ、どれぐらいの、まあ、量刑にしましょうかと、まあ、極刑にするのか、まあ、無期懲役にするのか、なんだったら有期刑みたいなことにするのかっていうことは話し合いましょうねと、まあ、いうようなことが決まってます。で、まあ、何が言いたいかというと、かなり分かりやすい、今何を争ってるのかっていうのが分かりやすい裁判になってるなというのは僕は思います。まあそうですね、どういうことが争われているのかっていうのがすごい分かりやすい裁判だなというふうには思います。で、これ傍聴権なんですけども、だいたい倍率はですね、3倍か4倍ぐらいです。これは京都地裁のホームページを見ていただいたら日程載ってます。例えば今週でいうとですね、今日9月11日にあって13日14日で、来週は18日月曜がお休みなんで19、20とやるというのは分かってます。で8時半から9時15分までの45分間の間に、京都地裁の北にですね、京都御苑かながあるんですよね。でそこのちょっと右側にですね、富の小路広場っていう、まあ、広場があるんですけども、まあ、ここにその時間行ったら傍聴整理券、まあ、いわゆる抽選券もらえますよというシステムになってます。リストバンド形式になってるんで、まあ、その剥がしたらもう無効ですよみたいなやつです。でこれがですね、まあ、9時15分までにその整理券抽選券もろたら9時40分に誰が当たりかっていうのを発表しますよというふうになってました。これまたね、これ丸太町なんですよ、地下鉄丸太町なんですよね。あれ烏丸線だったかな、地下鉄で、これ京都駅の方からガタンゴトンと地下鉄で丸太町っていうところまで行ってですね、そこから10分ぐらい歩いたら裁判所なんですけど、裁判所からさらに7分ぐらい歩かなあかんのかな、歩いたらその富の小路広場っていうところです。まあ、これバスとか利用したらですね、もうちょっと近くまで行けるんですけど、まあ、結構歩かなあかんなと。朝なんですけどまだ暑いです。でなんか並んだりするほど人はいませんでした。で、まあ、今回まずはですね、この傍聴整理券のシステムが進化していました。もうこれは京都地裁素晴らしいです。ぜひ他の裁判所もやってほしいです、まあ、もしかしたら東京なんかはもうすでにやってんですかね。大阪地裁早くもうこれを導入してくれと思うんですが、まあ、それは何かというと当選番号がネットに出るんですよね。これはね、実はそのすごいいいんですよ。なんでかっていうと、大体そのこの傍聴整理券って外で渡されるんですけど、こう夏場とか暑いし冬場寒いんですよ。でまあもちろんそこでまあ暑って言いながらとか寒いって言いながら待つんですけれども、まあ、これネットに上げてくれるんで、まあ、近くのまあ例えば喫茶店とかですね、まあそのどっか建物の中に入って、なんだったらまあ裁判所の中に入ってですね、まあ、そこで待ってですね、当たり外れをまあ確認することができます。まあ、さらにはですね、これ裁判所まで行かなくても、あ、大体どれぐらいの倍率なんだっていうのが分かります。これがすごいですよね。例えばですね、今この京都地裁の傍聴券交付情報というところに、今日の当選番号というのは載ってます。
これが953番の人が当たって、50人の方が当たってるんですが、最後に当たった方の番号が1134番の方ですね。1134-953 は、何番やろ、180ぐらいなのかなですかね。なんで、まあ、ざっと言うと、まあ、180人ぐらいの人がもらいに来てんだなと、まあ、200人弱がもらいに来てんだなと、で当たった人は、まあ、50なんだなと、まあ、だいたい倍率4倍ぐらいなのかなというのがこれだけ見たら分かるんでいいなと。でさらにはこうずっとその外でですね、暑いなって言いながら待たんでいいっていうのが画期的です。本当にありがたかった。まあ外れましたけどね。まあこんなシステムになってるっていうことですね。ほいで、まあちょっとこれ当たったら次その裁判所の方行ってですね、でまあ傍聴券っていうのを、まあこれ2枚2つ目のリストバンドをもらって、でこの傍聴整理券と、まあ、傍聴券2つのリストバンドしてる人だけが、まあ、傍聴することができるということです。ちなみに初日はですね、15倍ぐらいの倍率があったんじゃないかなと思います。500人ぐらいがこの傍聴整理券をもらいに来てて、で今日はですねこれ50人が当たりやったんですが、最初の初公判の時は37人ぐらいしか当たりがなかったんですね。まあ、要はマスコミの方の席とか、その被害者の、まあ、たくさんの方が亡くなっているので、まあ、遺族の方らが見るために、まあ、この傍聴席が使われたと思いますので、まあ、要は一般の人が見れるのが枠が、まあ、かなり少なかったということですね。まあ、これね、京都地裁の、まあ、細かい話ですいませんね、京都地裁の101号法廷っていうところでこれ裁判行われてるんですね。101号法廷って確か80人ぐらい座れるんで、今でもまあ50人なんで、まあ、30席は法廷画家っていう絵を描く人の席あったりとか、あとは多分記者の人の席あったりとか、あとはそのご遺族の席あったりとか、まあ、そんなんで30席ぐらいはまあ使われてるという、まあ、そんな感じです。で先ほど言いました通り、弁護士側の狙いは、まあ、その戦略は、まあ、心神喪失で、まあ、無罪、もしくは心神耗弱で、まあ、減刑みたいなのを、まあ、一応戦略として立ててます。あとはまあその建物の構造の、まあ、欠陥といいますか、まあ、そういうのも、まあ、主張していくというふうに見られます。でこのまあ実は弁護士の方が、今これはロイター通信の記事で見るとですね、遠山大輔弁護士という方がおそらく担当されているというふうに思います。これ2020年、今から3年前の6月の記事で、遠山大輔弁護士が青葉真司の担当しているという記事が出てます。なのでおそらくですね、この遠山大輔さんと、あとはまあ多分共同で事務所をやっていらっしゃる戸田さんという、この二方が担当弁護士をしてんじゃないかと思います。まあ、これを僕は傍聴できたら確認したいと思ってるんです。お顔を見てですね、あ、遠山さんなんだなと、戸田さんなんだなというのを確認したい。でなぜ僕がその遠山さんに注目してるかというと、この方はもう凄腕の弁護士の方です。ウィニー事件とか、ウィニー事件ですね、パソコン の, ソフトを開発した開発者の方が、まあ、その違法アップロードの罪まで着せられて、著作権侵害 の,、まあ、その幇助をしたということで、まあ、その訴えられたこの裁判で、これ無罪を勝ち取った遠山弁護士です。でさらにはですね、まあ、舞鶴事件という、まあ、舞鶴事件実は2回あるんですけど、2008年の方です。高校1年生の女の子が舞鶴で殺害されて、何者かに殺害されて、その後60代の男が逮捕されたと。でこの男が殺人の罪で裁判にかけられたんですけれども、地裁では有罪やったんですが、高裁では逆転無罪になりました。でこの60代の男は逆転無罪になってですね、まあ釈放されたわけなんですが、
まあ、実はその後大阪の方で殺人未遂を犯しましてですね、でこれによってまあその刑務所に入って刑務所の中でまあ病気で亡くなってるっていう、まあ、あいつがやったんちゃうんかやっぱりっていう、でもそれでも無罪にしてしまったという、まあ、凄腕の弁護士さんが、まあ、遠山弁護士、この弁護士がおそらくこの京アニ事件を担当してるんじゃないかと、まあ、思われるんで、それをまあ確認したかったなというふうに思っています。まあ、またいつかね当たれば確認したいなと。もしね行かれた方は教えてください。あの遠山弁護士はですね、あの現在あの戸田遠山弁護士事務所っていうあの事務所をやってらっしゃるんで、遠山大輔さんで検索したら顔写真が出てますので、あのあこういう方が遠山さんなんだな、あ戸田さんなんだなと、で裁判もし傍聴当たればですね、あお遠山さんやとか、あれなんか顔ちゃうぞとか分かると思うんで、まあ、もし、まあ、見に行った方がいらっしゃったら、あの教えてもらえたら嬉しいなと思います。で、先にここまでの、まあ、裁判で、まあ、明らかになっていってることをお話ししますね。まあ、結構テレビとかでも、まあ、やってるので、まあ、皆さんも知ってはるかなと思うんですが、裁判の内容を分かりやすくまとまってんなと思うのが TBS ニュースディグというサイトです。青葉真司は昔の写真、小学校の写真とか見てると本当になんか男前ですよね。中学生とか高校生ぐらいでも男前だなと思います。で実際まあご両親がいらっしゃって、でお兄さんと青葉真司と妹さんがいらっしゃったと思うんですが、あこの辺もちょっとね、なんか裁判の行方とか、あの裁判の中のですね、そのこれ加害者側の家族の、 あの意見陳述みたいなのを見てて、えっと思ったんですが、お兄さんと妹がなんか亡くなってるっていう報道が文春とかから出てるんですけども、これあの青葉真司のお兄さんも妹さんもなんか意見陳述みたいなしてますよね。この辺がちょっとどうなってるのかなって僕もちょっと不思議だなと思ってます。亡くなったっていう報道が出てるのに、そのなんだろう、まあ証人というか意見陳述が裁判で採用されてるっていうのは、あれ生きてるらっしゃるのかなという、そんなことをちょっと僕はふと思いました。ごめんなさい、ちょっと話しとれましたね。要はまあ青葉真司はあの明るくて爽やかなイケメンだったんですけども、9歳の時にご両親が離婚して、でお父さんタクシーの運転手やってらっしゃったんですが、まあ、3人の子供を引き取ります。でここからまあお父さんの虐待が起こって、まあ、これが青葉真司のまあ性格とか精神に大きな影響を与えたと弁護側は主張しています。まあ、例えばそのお父さんにまあ殴られるとかいうのは日常茶飯事で、お兄さんと一緒にですね裸にされてベランダに出されて、まあその水をかけられたりとか、まあ長い間正座させられたりとか、まあ柔道を始めた時はですね、柔道でまあなんかトロフィーもらったけど、まあそのトロフィーを壊せとお父さんに命令されて、まあ泣く泣く自分で壊したと、まあこういったその虐待と、あとはまあ貧困がまあ彼の心を歪めていったと、まあ、ここまではそういう主張を弁護側は、まあ、してます。で、まあ、一方ですね、まあ、そのアニメは好きだったと、でこれはお兄さんの意見陳述なんかにも出てるんですけれども、まあ、その一緒に住んでた頃にカラオケなんかに行ったら、まあ、真司はそのアニメの歌をよく歌っていたと、女の声優さんがボーカルを務めているような歌を歌ってたと、まあ、いうことです。で、コンビニで8年ぐらい、まあ、アルバイトをして、でその後、埼玉の方の、契約職員みたいなのもやってた時期がある、さらには郵便局で働いてた時期もあると、まあ、いうことです。でそんな中ですね、まあ、パンツ盗んじゃって、まあ、その逮捕されたりとか、あと女の人に暴行して、まあ、逮捕されたりとか、で最後はまあコンビニを襲ってお金を取ってですね、まあ、強盗ですね。でこれでまああの実刑判決が出てます。でこれ刑務所の中でですね、
まあ、この精神疾患があると、まあ、心の病気だという、まあ、そういう判断が出てですね、刑務所から出てから、まあ、生活保護を受けながら、まあ、精神病病院クリニックに通ってたり、まあ、在宅訪問在宅看護かなをしてもらってたけれども、その家に来る看護師さんにもお前も俺にこれ以上つきまとうな、まあ、みたいなことを言ってですね、でそれ以来、まあ、そのクリニックの治療、まあ、精神病院にですね、まあ、行かなくなってですね、まあ、心療内科の治療を受けなくなってですね、まあ、これでまあ心がどん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 おかしくなっていって、で同時に、まあ、京都アニメーションは好きやったんですよね。これもともとは京都アニメーションが確かあのキー KEY キーという、まあ、ゲーム会社があるんですけれども、でここがですね、おそらくあのエアーという、まあ、ゲームを作ってまして、これ恋愛シミュレーションゲームなんですよね。あの1000年ぐらいのこう歴史の中でですね、まあ、男の子と女の子のなんかこう運命とか呪いとか、まあ、恋愛ゲームなんですけど、まあ、そういう壮大なストーリーのゲームがあって、このゲームを京都アニメーションがアニメ化をしました。でこれをきっかけに青葉真司はですね、まあ、京都アニメーションに興味が出て、で、まあ、京都アニメーションの代表作の一つだというふうに言われているは鈴宮春日の憂鬱という、あのツンデレの代表作ですね。知ってますかね。僕もあんま知らんんですけど、あのとある高校で鈴宮春日という女の子がいてですね、まあ、そこにたまたま同じクラスになった平凡な男の子がこのちょっと変わった鈴宮春日と、まあ、こう交流するようになると。でこの彼女がツンツンしてるんですよね。なんであんたに言わなきゃなんないのよ、うるさいね、うるさいわね、黙ってなさいよみたいなことを言ってるんですが、まあ、ツンツンしてるんですけど、とある時に、まあ、その、まあ、恋愛的な要素が絡んでくると、まあ、ツンツンしてデレッとするツンデレですね、まあ、この作品を、まあ、作ります。もともとはライトノベルやったんですけど、まあ、それを京都アニメーションが、まあ、アニメ化したと。でこれで青葉真司は京アニにぐーっとこう入れ込んでいくというか、まあ、京アニがすごい好きになるんですよね。で、まあ、こう刑務所の中ででもですね、まあ、自分で、まあ、この鈴宮春日の話とかこのエアーというその、まあ、京都アニメーションがアニメ化したもともとゲームの作品とかもですね、まあ、恋愛と SBF とかファンタジーが結構絡んでる物語で、まあ、そういった作品を、まあ、自分でも書くんだということで小説を書くようになったと。でこれを、まあ、京都アニメーションのその作品募集ストーリー募集に応募すると、まあ、なんですけど、まあ、不合格になると。でその頃にあの不合格になってるのに自分のネタがこう京都アニメーション盗まれたと思うようになったと。実際にはですね、なんかこう安くなった惣菜を主人公たちが買うシーンがあったりしたそうなんです、アニメ作品でね。でそんなのを見て、これ俺が書いたやつパクっとるやないかとなったと。でさらにはそのネットの掲示板なんかでですね、あの青葉真司はですね、この京都アニメーションの、まあ、女性監督を名乗る、まあ、そのなんか書き込みをしていた人と交流するようになってですね、でこの人に執着するようになるんですね。この人が実在の人物かどうかもわからないんですけども、まあ、その京都アニメーションの女性監督と、まあ、いう人にすごい執着するようになると。でどうやらこの人を、まあ、襲うために、まあ、その京都アニメーションにガソリンを持っていったんじゃないかと言われています。でまたもう一つはですね、まあ、そのいわゆるこの統合失調症 の、まあ、その心の病気の症状としてある幻聴とかその妄想みたいなのもあったと、まあ、いうふうに弁護側は主張しています。その闇の住人かなんかそんなんが青葉真司の中にはいるんですね。で闇の人物っていう人がいてですね、この人が自分を、まあ、その貶めていると、自分のアイデアを盗んだりとか、なんかこう日本を悪くしたりすると、
まあ、いうようなことを思っててですね、その闇の人物に復讐するために、まあ、この事件を起こしたんだと、まあ、いうようなこともまあ言っています。まあ、いわゆるこの典型的な統合失調症 の、 まあその症状を、まあ、この裁判の中でですね、まあ、主張してですね、まあ、その心神耗弱とか心神喪失とか、まあ、そういうものをあの成立させていくと、まあ、いうような弁護士側のですね、まあ、確固たる方針があるんだなと、まあ、いうのを記事なんか見てると思いました。で、実際あの事件が起こった時のですね、まあ、そういうその声みたいなのをですね、まあ、この裁判の中で聞かしたりとか、まあ、そんなこともあったということです。で、現場ですね、ちょっとその裁判は見れなかったんですけれども、京都アニメーションの旧第一スタジオがあった現場を見てきました。まあ、前もちょっと現場のことはお話ししたんですが、京都があってですね、関西の地理に詳しい人はもうすぐ分かると思うんですけど、京都があってですね、でちょっと東の方行くと山科とかそういうところあるんですね。これ山科ってこう滋賀県と の、 あの境目ぐらいになるんですけど、そこから南の方に行くとですね、まあ、奈良に入っていくんですが、その手前に宇治というところがあります。京都があって、その京都の右下の方に宇治というところがあります。この京都市と宇治市のちょうど境目ぐらいに六地蔵という駅があるんです。これ JR もあるし京阪も六地蔵駅があります。なんか昔ですね、平安時代の貴族がですね、熱でうなされた時になんかこう地蔵さんがなんか出てきて、で地蔵さんを祀ろうということで、まあその6つの地蔵を祀ったとか、そんなんで六地蔵というふうに言われています。まあ、要はお墓に行ったら6体の地蔵ありますよね。お墓参りとか行ったら自分家のまあお墓参りしてですね、その後お地蔵さん、6体のお地蔵さんになんかお参りしたりしません？六地蔵ってやつですね。であれもともとですね、まあこう六道と言われる、その人間が死んだら行く6つの道をなんか表してるというふうに言われますよね。表してるというか、そこをまあ守ってるということですね。何やったかな、地獄道、餓鬼道、畜生道、阿修羅道やったかな、修羅道やったかな、で人間道、天道ですね。まあ、地獄は地獄ですよね。で何も食ってもお腹減ってるし飢えてる餓鬼道ですよね。で、まあ、動物畜生道ですよね。まあ、人間の生まれ変わる場所っていうふうに言われてますよね。畜生道で、まあ、人間道ですね。で、あ、違う、その前、人間道の前にその修羅道か、もうあの暴力 の、 あの北斗の拳の世界みたいな修羅道があって、で人間道があって、天道、これ神様の、神々の世界ですね。まあ、それを司る、まあ、六地蔵ですね。で、まあ、そのそういう駅があります。でね、この辺りがね、なんて言ったらいいんだろうな、道がよう分からん場所だなと思いました。その川が流れてて、であの電車の京阪と JR が通ってるんで、そのなんだろう、街の雰囲気としてはその京都の都会よりも少しのどかな感じです。でお家も結構大きなお家がたくさんあるんですけれども、なんかこう川が流れてて線路が走ってるんで、なんかこう道がですね、なんかすぐそこやのになかなか行けないみたい な、 なんかそんなあたりです。でこの六地蔵の、これあの京阪の宇治線の六地蔵の駅のすぐ北側に京都アニメーション第一スタジオはありました。本当に歩いて1分ぐらいです。住宅街入ってですね、こそこちょこちょっと歩いたら、第一スタジオがあります。で今はですね、燃えちゃって建物はもうないです。で京都アニメーションはですね、まあ、実はそのスタジオが今第2スタジオと第5スタジオが稼働してるのかな。で東京の方にもあるんですけれども、まあ、この辺で制作の拠点としてると。で当時行った時よりも今の方が実はその社員数も増えてるんですよね。当時は176人ぐらい、まあ、社員さんがいらっしゃって、そのうちのまあ70人ぐらいがまあ被害に遭ってですね、まあ、36人が亡くなっているわけなんですけれども、今はですね190人ぐらい、まあ、いらっしゃって、まあ、この夏もですね、
映画を公開するなど、まあ、精力的にその、まあ、活動はしているんですけど、まあ、駅のすぐ近くっていう感じでした。で、青葉真司はですね、まあ、埼玉の方に住んでてですね、で、まあ、焼けっぱちになってですね、隣の家の人にぶっ殺すぞ、俺は余裕ねえんだよみたいなことを言ってですね、まあ、そこからもう家を捨ててですね、で京都アニメーションに復讐するというのに新幹線に乗ってですね、こっちにやってくるんですよね。でそれが2019年の7月の14か15ぐらいにやってきて、しばらくこの京都伏見区の六地蔵あたりをうろうろしてた、2、3地うろうろしてたというふうに言われてます。で少し南の方にですね、これ何という駅だったかな、この辺ね、漢字が僕ちょっと読めないんですよね。木畑やったかな、小畑やったかな、あ、小畑という駅があるんですけれども、この辺にこっちの方にですね、京都スタジオの実は本社があるんです。本当に駅でいうと一駅離れたところですよね。でこの辺にもうろうろしてたというふうに言われてます。でさらにこの小畑の方には京都アニメーションの第一スタジオじゃなくて第二スタジオもあるんですね。でこの辺りもうろうろしてたと思います。なんでうろうろしてたかっていうのは、もしかしたらその自分がまあその執着しているその女性監督と言われる人がどっちにいるかっていうのを探してたのかなと、これは僕の勝手な想像です。で少し南の方の江南だったかなの方で、江南の宇治店かなんかでですね、ガソリンの蛍光タンクを買います。ガソリンの入れ物ですよね、赤い入れ物、あれと台車、カートといいますかね、ゴロゴロ引くやつ、あれを買ったみたいです。で京都アニメーションの第一スタジオの方に戻ってですね、でこの辺りの公園で野宿をしていたというふうに言われています。この公園がですね、なんかちょっと行ってきたんですけど、桃山船泊公園という公園が本当にこの第一スタジオから歩いて15分ぐらいのところに、15分か20分ぐらいかなとこにあります。なんかね、バイパスの下にある公園なんで、で周りがですね、ちょうどこれ山品川という川が流れてて、その北側にこの公園があるんですけど、この公園の真上をですね車のバイパスが通ってまして、でさらにはなんかこう下水のポンプ場みたいなのがあって、まあ、要はね人気がすごいない公園なんですね。だからまあ野宿するなんていうのも多分もってこいなんかなと。なんかちょっとこうこの辺やんちゃな子が多いか分かんないですけど、トイレが公園にあるじゃないですか。でもそこのトイレは封鎖されてて、そこに誰かがトイレを破壊したので使えませんみたいな、トイレを破壊するのは犯罪ですみたいな張り紙貼ってたんですけど、まあ、そりゃそうやろうと思ったんですが、まあ、要はちょっとこの辺はちょっと治安悪いかもしれないです。で、まあ、ここに泊まってた。でそっからですね、この当日は、すぐ近くのガソリンスタンドでガソリンを買って、で台車をゴロ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 引いてですね、まあ、15分ぐらい台車を引きながら歩いて、まあ、京都アニメーションの第一スタジオに行ったと、まあ、いうふうに、まあ、足取りも判明してます。まあ、僕がその現地を見てですね、確信したのは、これ無罪は無理やなということを確信しました。まあ、要は僕もさっき言いましたけど、道が結構複雑なんですよね。なので下調べをちゃんとしてるんです。でさらにはその下調べもして、でそのまあこう犯罪を計画してるんですよね。そのガソリンタンクも買って、台車も買って、でガソリンも入れて、でその巻きやすいようにそのバケツにガソリンを移し替えて、要はタンクだけやったらこうガソリンを巻けないから、わざわざその、バケツに入れ替えてですね、巻きやすくして、まあ、みたいなかなりこう論理立てた犯罪をの計画を行っていると。このあたりが、まあ、その心神喪失ぐらいまでその心が錯乱してたらですね、多分こんなことはできへんやろうなと、まあ、包丁持って暴れるとか、まあ、そんなことはできますけど、
このガソリンをどこで買ってどのようにしてまけば、まあ、どれだけ多くの犠牲者を出せるかみたいなことは、まあ、綿密に考えて、まあ、そのあたりは自分をコントロールしてですねやってたんだろうと、まあ、いうふうに思います。なのでもしかしてこの心神耗弱は認められる可能性ありますけど、まあ、それが認められたとしてもまあ減刑されて無期懲役までかなと、個人的には僕は無期懲役は難しいんじゃないかなと思います。今いろいろ新聞とか読まれてる方はですね、本当に大変なあの家庭環境で育ってきたっていうのは多分そういうふうに感じてらっしゃると思うんですけれども、まあ、要はこの精神的な部分っていうのがどんだけ事件に影響したかっていうのが、でもその被害者の数とかも考えてですね、無期懲役やったとしたらすごいなと、遠山弁護士すごいなと、まあ、いうような感じが、まあ、今ですね あの僕の、まあ、率直な感じです。まあ、結果はねあのもちろん僕が出すものじゃないので、来年の1月25日の判決は注目したいなというふうに思っています。そんなところでございました。長々とすみません。今日はですね京都アニメーション事件の、まあ、裁判と、まあ、現場についてお話をさせていただきました。ありがとうございました。